特集です。新型コロナ対策としてのマスクの着用が今月13日から原則個人の判断に委ねられることになりました。つけるのか外すのかどうするか判断に迷うこともありますよね、佐藤さん。そうなんですよね。基本的には感染リスクが高い場所以外ではつけるかつけないかそれぞれ個人が判断することになります。今年3月に行われた JNN の世論調査によりますと、できるだけつけると答えた人が半数以上を占めているんです。その理由について街の人に聞きました。なんか顔について言われたりするかなって心配しちゃう。メイクの手間省けるからちょっとまだいいかなって思ってて、多分外さないですかね。なんか自分もマスクしてるからどういう表情してるのか分かんなくて、それに不安があるっていうのもあるかもしれない。歯は気になって、ちょっとずっと前からホワイトニングってどんななんだろうって思いながら、しばらくこう隠れていた隠していた場所だからこそ見え方が気になるという方多いんでしょうね。そうなんですよね。そこで新年度に向けての気になる口元のケアを今回はご紹介します。こちらの店舗では歯のケアを自分でできるということで、このように個室になっています。福島市のホワイトニングサロン、ホワイトニングバー。スタッフのサポートを受けながら自分自身で歯のホワイトニングを行う専門店です。今年に入ってから急激に予約が増えたそうで、マスクをいざ外した時に口元にちょっと自信がないとか、ちょっと悩みがあるとか、コンプレックスがあるという方がもう駆け込みでホワイトニングをされる方が急増しております。1月以降から例年に比べて 1.5 倍くらい急増しております。民間の調査では第一印象で歯が大切、まあまあ大切と答えた人が 90% 以上という結果が出ています。今日は何回目の来店ですか？今日初めてです。だんだんマスクが外れてくるってことだったので、ちょっと口元ちょっと気になるのでちょっとやってみようかなと思って来てみました。新学期、新生活前の駆け込み需要が多いといいます。実際に体験してみると、カウンセリングを受けた後、ね、自分で歯磨き、そして専用のジェルを塗り、15分間レーザーを当てます、はい、歯磨きからライトを当てるまでおよそ30分。こんな短時間で、しかもほぼセルフでこんなに白くなりました。すごい。ちょっと自信持ってマスク外せそうですね。仕事帰りや学校帰りに気軽に来店できるため、今からでも気軽に始められそうです。またマスクを外すにはこんな悩みも。目元だけしかやってなかったんで、なんかフルメイクだとなんかどういうふうに見られるのかなとかっていうのを考えないといけないから、ちょっと大変だなっていうのはあります。そこで伺ったのが、パーソナルカラー診断や個別メイクレッスンを行うイメージコンサルタントの山野辺智美さん。やっぱり一番はその自分に似合うメイクがわからない、あとは似合うコスメの色がわからない、そもそもメイクしたことがなくてもう何もかもわからないという方ももちろんいらっしゃいます。春メイクのポイントをレクチャーしてもらいました。やっぱり春ってなるとこうちょっと明るくて透明感のあるリップを塗りたくなるかなと思うんですけれども、でも実際にそういう透明感のあるリップってこう元々の唇の色によって発色が大きく変わってくるんですね。そこで使うのがオレンジ色のリップライナーなんですけれども、オレンジ色っていうのはこう紫だったり青みを消してくれる効果があるんですね。なのでこれを使うと唇のくすみが取れて、こうリップの発色が綺麗にのったり、お顔のくすみが抜けてパッと明るくする効果があります。唇を縁取るようにしっかりと塗っていきます。さらに頬の血色を出すチークは、黒目の下、小鼻の横が
交わった部分ですね、ここを中心に丸く入れていきます、はい、この2つを意識するだけで一手間でマスクを外した時の印象がガラリと変わりました。いつも結構皆さん適当にパーッとやっちゃうことも多いかなと思うんですけれども、その塗り方一つでお顔の印象って大きく変わるんですね。なのでやっぱりマスクの下のメイクもとても重要になってくるかなと思います。先にあったホワイトニングですか、やっぱり歯は、ね、女性に限らず男性も見えますから非常に気になりますね。お客さんも多いみたいです。またリップもね、マスクで忘れがちでしたけどしっかり塗ります。そうですね、ちょっとひと手間を加えるだけでパッと顔が明るくなりますので、皆さんもぜひいつマスクを外してもいいように口元のケアしていきましょう。